今日紹介するのはオールマイティーバーム。獅子が特別オーダーしてお友達のスロープソープさんという石鹸屋さん、そしてアロマプロダクツを作っている、丁寧に一つ一つ作っているブランドにお願いして作ったものです。一番最初に紹介するのはこのネイチャー。ネイチャーっていうのは無香料ということですね。ここには書いてますけれども、こちらでして、ホホバオイルとアーモンドオイル、シアバターが入ってる。シアバター入ってるっていうのはいいですね。高級感があります。ベースは基本ね同じなんですけれども、肌の敏感な人、赤ちゃんにまで使えますね。使えるように無香料ご用意しました。香り、素材の香りはありますけれども、エッセンシャルオイル等の香りはつけてません。日本は寒いですからね。ちょっとまあ今こちらバリで撮影してますんで、ちょっとこう柔らかいですけれども、日本だ とちょうどいい硬さにするように、お願いしております。ちょっと手につけてみましょうね。日本はね乾燥してますからね、こういうねカサカサになるんですよね。マッサージをこうしながら、ツボを押さえながらするのにいいですね。香りがしないんで、この後お料理するときとかにもいいと思います。こんな感じでございます。続きましてはジョイ、喜び。いいですね。喜びのもあの難しい方の感じの喜びっていう感じですよね。こっちは、さっきの、ネイチャーの無香料のものに、オレンジ、日本人ね特に女性に人気のオレンジの香りと、イランイランというありますでしょうか、イライラよく聞きますね、香りが入っております。これはオレンジもそうなんですけど、イランイランも、気持ちを盛り上げていくっていう香りですね。盛り上げていく効果のある、香りですので、皆さん の心の中の喜びを盛り上げて、ね、いく香りで作ってほしいってお願いしました。で、可愛いね、ちょっとピンクのピンクと言いましょうか。マスカ、オレンジが入ってるの色にして仕上げてもらいました。これはシコンという紫の根ですね。シコンという漢方薬にも使われる、ちょっと修練効果のあるものを天然で使っております。気分が盛り上がるバームでございます。これもまあ、柔らかさは、さっきも言いましたように、日本で使いやすいように使っています。ね。香りは、いいですね。甘くて、ユリのような香りがします。女性らしい香りの一品です。で、最後にご紹介しますのは、こちらのフォレストです。フォレストっていうのをね、私が名前つけたんですけれども、サイプレスと、プティグレーン、プティグレーンっていう香りがすごい好きなんですけれども、こういうコブみかんね。コブみかん。ちっちゃい、こう、日本ではあんまり見ないんですけど、こういうコブみかんで、お肌にもね、すごくいい、潤いを届けるっていうコブみかんですね。それとサイプレス、修練効果あります。引き締め効果ですね。のある、ものを使って、ちょっとね、ハーブ系というか、ちょっとこう、葉っぱのね、匂いがしますね。ので、クールです。大人の香りです。これは、男性にもおすすめできる、ウッド系というんですかね、の香りでとても素敵です。ちょっとグリーンがかっている香り、色をつけてって言ってお願いしたんですけれども、これはヨモギが入っています。色も、天然素材のものを使っております。ね。男性のプレゼントにもいかがでしょうか。使いやすいと思います。パッケージもオリジナルで今回特製で作りました。持ってるだけでちょっとこう、嬉しくなっちゃうような可愛い植物のデザインとなっております。いかがでしょうか。どうぞ。